最終空港は、驚異的なボーイバンド BTS、ジンのメンバーの一人の到着で突然混雑しました。彼の待望のアイドルの到着を歓迎するために、世界中からファンが集まりました。空港の通常は穏やかな雰囲気は、歓声とジンのためのサポートを読んでポスターと熱意の海に変わりました。ワールドワイド、ハンサムというニックネームで知られるジンは、常に魅了される彼のトレードマークの魅力で登場します。カジュアルだがスタイリッシュな服を着たジンは、温かい笑顔で到着ドアから出て、ファンの幸せな叫び声にすぐに迎えられました。彼は手を振って、時折近づくことができたファンに挨拶しました。しかし、そこにいるファンの一人の注目を集めたものがありました。彼はこれを除いて私たちと同じ人です、とファンは笑いました。彼の頭が私の親指の爪と同じ大きさで、肩が広すぎ、足が長すぎたことに驚きました。この声明は、魔人が普通の人間のように見えるにもかかわらず、漫画やアニメ映画のキャラクターのように見える信じられないほどの体のプロポーションを持っていることを説明しています。ジンの背が高くて運動能力のある体に比べて一見小さい頭、そして広い肩と長い足は、彼が完璧で珍しい姿であるという印象を与えます。他のファンは、この印象に同意した。ジンは独特の体のプロポーションを持っています。それは彼をステージ上でとても魅力的にするものの一つですと、デビュー以来 BTS をフォローしていると主張したファンは言いました。彼が歩いた時、彼から発せられる全く異なるオーラがありました。本名がキム・ソクジンであるジンは、彼の並外れた外観で常に知られています。歌手や BTS のメンバーとしてのキャリアに加えて、彼女はファッション感覚の高い人としても知られています。今回の最終空港での彼女の姿も例外ではなく、カジュアルでありながらエレガントな服を着て、多くの人々の注目を集めることができました。ジンの最終への訪問は、休暇のためだけではありません。伝えられるところによると、彼はいくつかの重要なイベントに出席し、島の美しい場所で写真撮影を行うこともできます。これは、最終にいる間にジンの瞬間をもっと見たいと思っているファンの熱意をさらに高めます。彼の魅力的な笑顔と友好的な態度で、ジンは多くの人々の日を明るくすることができました。空港で簡単に交流しただけにもかかわらず、ファンは彼らのアイドルを間近で見ることができてとても幸運だと感じました。ジンはファンに会い、挨拶して喜んでいるようで、彼らのサポートにどれだけ感謝しているかを示していました。ジンが最終に到着したことは、ファンにとって忘れられない瞬間の一つです。彼のユニークな体のプロポーションと紛れもない魅力で、ジンは再び彼が本当にニックネーム、ワールドワイドハンサムに値することを証明しました。最終での彼の存在は、彼自身と常に彼をサポートするために忠実であったファンの両方のために、多くの幸せと良い瞬間をもたらすことが期待されて一方、世界中のファンは、最終での彼の時間の間に、より多くの特別な瞬間を見ることを望んで、ソーシャルメディアを通じてジンのすべての動き20個の島でのジンの存在は、防弾少年団とそのメンバーの人気がまだ非常に強く、ファンの愛とサポートが薄れたことがないことの証拠です。